戦場市の市広りロケット発射場は、中国の安岐省戦場市、広典市州け接地、受け伏し渡しに位置する弾道飛行用のロケット発射場。中国科学院により運用され、603基地としても知られる。四方を山に囲まれ交通の便が悪いが、より制限の大きかった南木の車場の代わりとして選ばれた。581局の指示の下、 車上の建設は1960年の3月に始まり、気象所、レーダー、コントロールトラッキング基地、ローンチパッド、整備等、推進燃料貯蔵庫、推進テスト施設、居住区といったものも含め、6ヶ月以内にすべて完成した。発射センターは、最初は中国科学院地質、地球物理学研究所により管理され、1960年6月に、 上海式電設計研究員が引き継いだ。最終的には1963年に国防部第5研究員が管理することになった。1960年から1966年に観測ロケット T-7 と T-7A が数回打ち上げられた。1964年7月19日、T-7A-S1 による8匹の白ネズミの打ち上げと回収を 行い、初めて生物学実験飛行に成功する。最後の打ち上げは、1966年7月28日の犬を乗せた T-7A-S2 の打ち上げであると言われる。ありがとうございます。